カープライム初のリクエスト特集です。紹介する車はロータス、エボーラ、GT410 スポーツ。視聴者のカズコメダさんからリクエストをいただいた車です。こちらを今日は紹介してみたいと思います。以前ね、エキシージを紹介しましたけど、今日はねそれに続く、2回目のロータスなんですが、ロータスといえばね、やっぱりこの英国イギリスを代表するスポーツカーメーカー、僕ら世代でいうともう本当にね F1 とか、あとはサーキットの狼ロータスヨーロッパとか、それで刷り込まれた世代ですが、イギリスを意識してちょっと洋服の方もですね、選んできましたけど、エボーラの特徴は2+2のレイアウトを持ってるってことですよね。ロータスエリーゼとかエキシージは基本2シーターのミッドシップ、それに対してこのエボーラというのは社名にも GT って入ってますけども、つまり GT グランツーリズモ、もう少し、エリーゼとかエキシージの、ピュアスポーツに比べると居住性を拡大してより長い距離を、楽に走れるように、意識した、そうですね、ちょっと高級なバージョンというのがこのエボーラの位置づけということになると思います。2009年に登場しています。今から10年ちょっと前ですね。長い歴史があるんですが、現在のロータスの、ある種始まりというのは1995年に、エリーゼが誕生した時だと思うんですけども、そのエリーゼ以来の、ブランニューのモデルということになりますね。これは知ってる方は知ってると思うけど、ちょっとしたトリビアで言うと、ロータスというのは基本的に社名にですね、頭に E がつく名前を使ってます。例えばロータスヨーロッパ、そうですよね。それからエリート、エスプリ、当然ね現行のエリーゼ、それからエキシージュ、全てロータスは基本 E から始まるというのがねお約束になっています。ポルトガルの町の名前に由来していて、つい半年前、たまたまっていうか、ポルトガルにバイクのツーリング行った時にね、エボラの町に行ったんですよ。リスボンの、隣にある古い町で、町自体が世界遺産みたいな、そこがエボラの町なんですね。サイズ感なんですけども、長さ的には4400をちょっと切るぐらいで、幅が1850ですかね。冒頭にも言ったけど、基本的にはこの後ろにねプラス2のスペースがあるので、その分やっぱり長さがまず長くなっている、ホイールベースも伸びている、その分全体のプロポーションのバランスとしてもちろん幅も広がっているということに、なると思います。大きく見えます。なぜならやっぱりボディがグラマラスで、あの抑揚があるんで、実寸よりもねボディはでかく見えますね。特にリアのあたりのボリューム感はすごい。やっぱこのルーフ、それからこのねリアのセクションはカーボン柄っていうんでしょうか、もう車体を、しっかりとね引き締めてますね。ボディサイズもさることながら、やっぱり一つ大きいのは重さですかね。例えばエリーゼ、エキシージは基本的に、1トンを、切る車重なんですけども、さすがにこのエボーラはいろいろこう装備が増えてるので、車重は1300キロ台に増えています。ちょっとこれをもってね、こうスポーツカー好きの人はねロータスにしちゃこう重いんじゃないかみたいに思う人もいるかもしれませんけども、でもそのパワーとウェイトのバランスを考えれば、もう全然ライトウェイトスポーツということがね言えますよね。はい、ロータスといえばね、やはりこのエンブレム、スポーツカー好きなら知っているハスの葉をイメージしたですね、昔からのこのグリーンとね、俗に言うブリティッシュレーシンググリーンなんて言いますけども、イギリスのスポーツカーの証ですね。そしてフロントマスクですけどね、僕はねこのエボーラのね顔つきねすごい好きなんですよね。スポーティーなんだけどエレガントさがありますよね。この辺のなんかこうフラットに落ちてる感じがね好きですね。エリーゼに1年ほど乗っていたことがあるんですけども、実はその時にね、なんか一番気を使ったのはやっぱこのねフロントの地上高で、結構これが緩やかなスロープでもねするんですよね。でエリーゼとかエキシージの場合は、ここに日本だとここにこういう感じでナンバープレートをねぶら下げているので、ロータスオーナーあるあるでナンバープレートの下がねこう曲がっているっていう、このナンバープレートがねぶつけちゃうっていうのはよくあるんですけど、エボラの場合はね、この位置についてますね。でこの高さちょっとだからエディーゼとかエキシージよりは余裕あるかなっていう気がしたんですが、よく見るとここに、ここにラバーのねスカートが出てますから、多分これが最初にすってくれますね。だから割と
段差なんかはね、とかこういうスロープはいけるんじゃないかなという気がしますね。そこまで気を使わなくていいスポーツカーなんじゃないかなという、気がします。はい、ヘッドライトはね、キセノンのヘッドライトがですねありまして、この中にあれかな、ターンシグナルがビルトインされてますね。非常に印象的なヘッドライトなんですが、やっぱりあとはね、随所にやっぱり配されたカーボンですよね。例えばここのラジエーターのインテーク、ここもカーボンですよね。フロントのボンネットというかね、ここも、カーボンが使われています。あ、面白い。結構カタカタしてるんだねこれね。まあ、軽さはね分かりますね。屋根もカーボン。はい、このリアセクションのここも全体に、ガバッとカーボン。後ろを見るときはね、まあ、この隙間、こっから後ろをね、今後ろから前を見てますけど、実際運転席はこの隙間から後ろを見るような感じなんで、レーサーに乗ってるような気分で考えていただいた方がいいかもしれないですね。足回りですけども、ホイールはね19インチ、そしてこのね、あのディスクのローターがでかいっすね。モータースポーツではおなじみの AP レーシングのブレーキキャリパー、幅が235、扁平率が35の19インチ、銘柄はミシュランのパイロットスポーツカップ2、レーシーな、タイヤですよね。で、まあ35ですからかなり扁平しててですね、まあ、薄いちょっとホイールにねへばりつくような、まあいかにももう超スポーツカーのプロファイルですね。ここに GT410 スポーツのデカールが貼られています。はい、リアタイヤもですね、やはりこう AP レーシングのねブレーキキャリパーありますけども、リアの方のホイールは20インチですね。フロントが19インチでしょ、リアが20インチ。まあこの前後でサイズが違うっていうのは、まあ普通のいわゆる乗用車ではもうないんですけど、もうこれはね、まあこれがもう本当レーシングカーね由来というか、まあそういう証ですね。スーパー GT の GT300 シリーズにもですね、エントリーしています。リアのタイヤサイズはね28530ということで、フロントの扁平率が35でしたよね。でリアは30ですから、まあホイールがね大きい分、逆にこう、まあ、扁平は率はねより高くなってるわけですけど、もう30ですからほとんどね、まあ、タイヤっていうかね、ホイールにねゴムがねこうくっついてるって、そういう感じですよね。もうそれぐらいのもうレーサーですね、レーシングカーですね。はい、リアセクションです。結構僕はエボーラでいうとこの後ろ回りが一番好きかもしれないな。テールランプ LED の丸型、これがねちっちゃいのがいいんですよね。後ろ回りの金属のディフューザーですね、まあその空力ね、空気を整流するためのものですね。この辺もみんな金属でしょう。そして、マフラーはセンターからねこう図太い一本だし、ボディのね下のパネルが美しいんですよね。まあ美しいというか、もう完全にこのフラットね、車が切り裂いた空気がボディの上と下にこう分かれるわけですよね。分かれて車を取り抜けていくわけだけど、この時に下にやっぱりこういろいろ、普通の車はねサスペンションとかがむき出しでデコボコしてるから、下の空気の流れっていうのがやっぱりこう均一じゃないんだけども、やはりそれはね空力上はあまり良くないということで、このエボーラなんかはまあアンダーパネルにして下を真っ平らにして空気がきれいにね流れるようにしてる。まあこれはねスポーツカーの一つ定石ではありますが、エボーラの場合はしっかりねそういうことがなされていると。エンジンなんですが、お願いします。お、開いた。はい、はい、出ました。ミッドシップされてるエンジンですけれども、3.5 リッターの V6 スーパーチャージャー、エキシジンに積まれていたものとね基本的には同じですよね。まあよく言われるんですけど、ベースになっているのはまあトヨタのエンジンなんですが、それをねロータスがもちろんチューニングしていまして、ちなみに馬力は416馬力、そしてトルクは420Nm ねを発揮しています。そして最高、ね、速度は305キロというふうに発表されてますね。0100キロ加速は 4.2 秒ということですから、まあ、2プラス2ってもね、もう完全に度級のスーパースポーツであることは間違いありませんね。ラゲージスペースはここにね確保されていて、エンジンルームがここのここですから、まあ、結構熱くなるんじゃないかなとは思いますけど、この車やっぱ GT っていう名前がついているようにグランドツアラー的な性格も持ってますから、
まあ、最低限荷物は詰めないと困るということで、ボストンバッグ、ちょっと大きめのボストンを1個ぐらいは入るスペースはありますね。スーツケース的なものは当然入りません。男性の方々が気になるとこのゴルフバッグは入んないでしょうね。では室内を見てみたいと思います。はい、開けた瞬間ですね、思いました。かなりエリーゼ XC と比べると、まあ、文化的と言ってあれですけど快適な感じがします。なぜかというと、一つはですね、このサイドシールですね。これまあロータス、今のロータスの特徴なんですけども、このサイドシールのね、まあ、高さというか幅ですね。あの今のロータスは基本的にアルミのフレームがあって、その上にボディをまあ被せてるわけなんですけども、それだけあってね、このね、ここにぶっといアルミのこのね、柱というか通ってるわけですね。これがエキシージエリーゼでは幅が100ミリって言ったかな、まあ、10センチですね、あって高さもあるんで、これをこう乗り越えていかないと乗り込めないんですけども、このエボラではね、80ミリ、に幅がね縮まってると言って、乗る時によっこいしょっていうのが多分これはかなりね楽ですね。アルカンターラ、いわゆるバックスキン調のね素材ですけども覆われていまして、まあ非常にラグジュアリーなねイメージですね。バケットシート、レザーでね、レザー赤いステッチ、スポーティーなんだけどもやっぱりこうね、ちょっとラグジュアリーと豪華な感じを出していますよね。はい、乗り込んでみました。タイトではあるけども居心地はいい、この運転席というかね、インテリアですね。まあ全然こう狭苦しさ感はないんですけど、まあセンターコンソールがね言ってもこの幅でしょ。場合によってはこうちょっと肘がぶつかり合うじゃないけど、仲のいいというかね、親密な人と乗りたい感じの空間ではありますね。ね、ドライバーズポジション的にはまあまさにスポーツカーのそれですが、まあハンドルね、寝そべるようなドライビングポジションを取ることができます。でこのバックスキンアルカンターラのステアリングホイールで、まあこう特徴としてね、センターにこの目印となる赤いライン、サーキットなんかを走る時にやっぱどれぐらい自分がハンドルを切ってるかというのがまあ分かるようにね、これ目印がついてるわけですけども、これもヒストズのレーシングカー的なモチーフですね。まあセンターにロータスのエンブレム、そしてね、まあハンドル径は小さいですけども、もちろんエアバッグはここにね装備されています。はい、メーターパネルは非常にシンプルですね。左側にタコメーター、そして右側にスピードメーターで、スピードメーターはね330キロまで刻まれていますけども、まあこのエボーラの最高速が305キロということなんで、まあこのね330キロスケールメーターも伊達ではないですが、普段走ってる時は法定速度で走ってる時は4、50キロこの辺しかスピードメーターが、ね、動かないということになるので、ちょっとその辺今40何キロとか50何キロっていうのは分かりにくいかもしれませんけどね。エンジンのスタートはこのボタン、止める時はキーですね。こうトランクとかヒューエルリッドもこのボタン式、まあ、スイッチ類はもう今時の車に比べれば非常にシンプルです。ただね、そうなんですね、シートヒーターが左右あるんですね。これはちょっと驚きましたね。ロータスにこんないいもんついてるんかいって感じでしたけども、まあでも冬場なんかは非常に助かりますね。シートヒーターついてます。これがスポーツモードのスイッチ、そしてこれがレースモード、長押しするとレースモードに入ります。でハザード、それからドアのロック、それからねエンジン保護バルブの解除スイッチですね、となっています。ナビゲーションがこうちゃんとビルトインされるスペース、まあこれなんかはそうですね、このスペースですから、いわゆるいろんなメーカーのものがね入れることができると思いますね。空調のモード、それから温度コントロール、それから風量のコントロールですね。まあ非常にシンプルです。で以上っていう感じでね、あとは特にクルーズコントロールとかあるわけではありませんし、レーンキーピングがあるわけでもないですし、ハンドル周りにもですね何のスイッチもないと、もうこのハンドルはただただステアするためだけのハンドル。助手席はですね、ご安心ください、エアバッグがあります。ハンドビルトインイングランドバイ、デビッドヒルズさんね、ちゃんとイギリスでこのデビッドヒルズさんが、ハンドビルト、ね、で作ってますよっていうプラークがね作る、こういうの嬉しいですよね。内張りはですねちゃんとされていますね。そんなにまあ遮音性は静かってわけじゃないですけど、ちゃんと内張りはされています。まあ、このエボーラは一応ね2プラス2の4シーターということなんで、果たしてリアシートにどれぐらいの居住性があるのかねチェックしてみましょうか。まず、シート、これ今ちなみに助手席は一番
前に出しています。まあ前に出しても、まあ、人は座れるぐらいのスペースはね確保されてると思いますけど、そしてシートバックをこうパタンと倒してここからアクセスするわけですが、さあ見るからに狭いけれども閉めておきましょうか。そしてはい、足をね、足が入って、うわすごい。そしてね、じゃあこのシートバックを戻してみましょうか。無理です僕の身長だと170センチの大人がですね、こういう形なら乗ることが可能。首を曲げてですね、そして足を開いて、このフロントシートを挟み込むように開いてですね、そうね、このままだとだからこの辺を掴んでですね、あ、こういうバイク乗ってるみたいだね。こういう風にやったら乗れなくはありません。子供なら乗せられるんじゃないかっていう向きもあると思いますけど、酔うんじゃないかな。ちょっと車嫌いになっちゃうと困るからね、あんまりね人を乗せるのはおすすめできないかな。ちなみに大人が乗るとこういう感じになるよということですね。でも乗れなくはないということが証明されました。はい、エボラ試乗してますけど、この車はね6速のマニュアルトランスミッションですね。同じ6速のオートマチックもあります。僕前エボラのオートマチック乗ったことありますけど、オートマチックもね全然悪くなかったというか、このねグランツーリスモのキャラクターに合っていて、悪くなかったですけど、楽しかったですけど、まあこのやっぱりマニュアルシフトはね、まあロータスのまさにね真骨頂っていう感じで、この見てもらえば分かりますよね、このアルミのシフトノブ、エキシジの時はこの辺がねこうむき出しに、リンクがむき出しになってますけど、これはさすがにね、こうシフトブーツカバーがありますけども、ただこのシフトフィール自体はですね、はい、変わりません。非常に楽しいシフトですね。クラッチペダル結構踏み応えありますね。これね渋滞でにハマったりしたら結構左足プルプルくるかな。割と現代の車としては重め、まあ今時のオートマチック車に慣れてる人が乗ったら結構ね重って思う、クラッチの重さかもしれないですね。運転はしやすいっていうか、クラッチのつなぎなんかでもね、うん、ガクガクするとこもないし、すごくこうクラッチ のミートポイントとかね分かりやすいの で低速トルクもあるので、見た目はねこのスポーツカーでビビるかもしれないですけど、いざ運転してみたら、まあ普通に車マニュアル車を動かせる人だったらね普通に運転できると思いますよ。そして足元、うん、足元はねこう3ペダルですけど、非常にタイトですね。でよくねヨーロッパ車で左ハンドル車を、まあ、右ハンドルにすると、ね、足元がやっぱレイアウトがタイトになるなんて言いますけども、基本的にロータスはね英国車ですから、イギリスっていうのはまあ日本と同じね左側通行なんで、まあ、右ハンドル標準ですから、まあ、そのために足元のレイアウトが狭くなってるってことはないですね。今これ圧進するとき結構スーッといきます。はい、だからまあちょっとクラッチの重さはあるけど、リズムをつかんでしまえば、まあ、結構運転はしやすい。そしてブレーキもね踏み込んでいくほどグググググググッとこうね止まっていくような感じですけども、これもだからスポーツカーに慣れてない人だったら最初ちょっとあれ止まらないってなるかもしれないですね。もう踏み込んで効かせていくタイプなんで、でも慣れればこういうブレーキの方がね、使いやすいと思います。踏んだら踏んだ分だけ制動力があるという感じですね。運転席からの眺めがですね、やっぱ他のロータスに比べると非常にこう分かりやすいというか、グランドツアラーというかね、そこまでスパルタンというよりはちゃんと、まあ、普通のスポーツカーっていうね感じがします。でコンソールにもですね、まあ、こういうなんていうトリムがされていますし、これでもなんでここはあれなんだね、キーカラーは赤なんですね。外装色はねこれ、エボラグレーというグレーですけども、中はねこの赤なんだ。これはボディカラーによって変わるのかな、全部赤なのかな、ちょっと分かりませんが、まあでもアクセントにはなってますよねこの赤がね。だってこの赤がなかったらすごいやっぱり室内かなり渋いと思いますけども、この赤がことによって非常にポップな感じになってますね。あら、スクーターに抜かされちゃいましたね。はいはい、まあね今、はい、ゆっくり運転してますね。でもゆっくり運転していてもやっぱりこう非常に楽しい
運転している、ね、感覚があるんで。ちなみにここにスポーツとレースの、ね、ボタンがありますけど、スポーツを押すと、おう、うるさいって言っちゃった、うるさい、いい音、すごい、押した瞬間に音が吠えましたね。ちょっとサーキットの狼に。でもまだレース、この先にねレースモードがありますからね。スポーツモードを押したらね、ちょっとサウンドが変化しましたね。もちろんね、これ、そういうマッピングが変わってですね、パワーの出方、トルク特性も変わるんだと思いますが、とりあえず音がね、変わりましたね。乗り心地がやっぱりまいいというか、もちろん一般的な車と比べてすごいいいってことはありませんが、まあ、エリゼ・キシージと比べるとやはりかなりマイルドですね。そして、ステアリングもね、まあ、パワーステ、まあ、重めですけども、まあ、パワーステが効いてるんで、パーキングスピードでもね、そんなこう腕がプルプルするようなことはないですね。この先にねレースモードがありますからね。はい、じゃあちょっとね排気音のね、まあ、違いを聞いてみましょうか。これ今ノーマルモードですよ。うわ、これでも十分いい音ですけど、これがトヨタベースの V6 エンジンとはとても思えない音がしますが、じゃあ次スポーツモード、ここを押すと、はい、今一瞬アイドリングの音はむしろ静かというか低くなりました。うーってね、こうちょっと獣が構えているような、ちょっと不気味な静けさがあります。これでねちょっとアクセルを、まあ、軽くブリッピングしてますね。おおおおっ、かなりシャープな感じに、ボリュームが上がった、ボリュームも上がったけど、やっぱりすごいねキレのいい音になりましたね。でそしてもう一つ、このレースモード、ちなみにこれは、このレースモードに入れるとね、まあトルコンとかも切ってしまうので、基本的にはストリートで使うモードではないので、間違って入らないような機能ロックがあってですね、そのためにこれを長押しするそうです。長押ししないと入らない、これを長押ししてます。長押し、はい、長押したらレースになりまして、今もう完全にアイドリングのトーンが一段今度上がりました。うーんっていう感じでね、なったんで、これは結構すごい音がするかな。はい、ちょっとじゃあレースモードでねちょっとフリッピングしてみたいと思います。おお、声が出ちゃう、声が出ちゃう、本当に。ちょっと2発目はあんまり踏めませんでした。いやーすごい、レースモードはねちょっと踏んだ瞬間にもういわゆるアドレナリンが、ね、出ちゃいますね。いやー、ノーマルスポーツレース、まあ、レースはこれはやっぱりサーキット専用ですね、まあ、このノーマルモードとこのスポーツモードで十分だと思います。よし、じゃあちょっとスポーツモードで走り出してみようかな。ね、やっぱりすごいね、スポーツカーとして、まあ、ハンドル そのダイレクト感とかですね、もちろんこのエンジンのレスポンス、今日はまあねこういうストリートを走っているだけだから、まあもちろんこのエボラのね本領というものは発揮できてないと思うんですけども、でもこの街中とか、あるいはね高速道路ツーリングでもこのスポーツカーをね堪能できるっていうのがね、まあいいところですよね。同乗者パッセンジャーにもねそんなにこう苦労しなくてもですね乗せられるなというふうに思って、これ結構大きいとこじゃないかなと思うんですよね。まあやっぱりエディーゼとかエキシージは基本的にはね一人で乗る車だなっていう感じがしたんですけど、このエボラに関してはこれはね二人で乗ってね楽しめるっていう感じがしたんで、まあそのためにこれね後ろのプラス2のスペースもあるというか、つまりエリゾカ・エキシージはワンバイワン、ね、運転手が乗ってもう助手席はほとんど、まあ、例えば荷物置きとかなんかユーティリティスペースっていう感じなんですけど、このエボラだったら運転手乗ってパッセンジャー助手席乗ってでね荷物を後ろに置けるじゃないですか。そういう、おお、
差点をね曲がっただけですよ。時速30キロ40キロぐらいでね、それでもこうやってねちょっと楽しめるっていうのがやっぱり素晴らしいですね。別にまあサーキット走らせたらいいんだろうけど、街中をね交差点を1個抜けただけでもやっぱ十分楽しいね。やっぱこれがやっぱりねロータス素晴らしいところですね。ライトウェイトスポーツ、やっぱりスポーツ界においてね本当に軽さっていうのはもう正義っていうか命だし、まあ今時のベンツの AMG GT でもいいですよ、まあ、あるいは今のポルシェ911でもいいけども、やっぱりもう速すぎるから、やっぱなかなか街中でね、まあやんちゃにとは言わないけどこうスポーツカーマインドを発揮して楽しむにはやっぱ性能がすごすぎるけど、このエボーラぐらいだったらやっぱりボディが軽いから加速にしてもコーナリングしても街中でもねやっぱ楽しめるんですよね。ストリートで楽しめるスポーツカーというのがねこのロータスのいいところかなと思いますね。カープライムでは毎週気になる車、注目の車を紹介しています。ぜひチャンネル登録、そしてね、見て面白かったなと思ったら高評価よろしくお願いします。まあ、コメント欄にこんな車を取り上げてほしいなんていうのを書いてもらえたりしたらですね、なるべく、反映していきたいと思っています。あとまあ今回はねこのロータスエボーラでしたけど、例えばあなたはロータスのエリーゼ XCG エボーラ、自分はどれが好きだなみたいなこともね、コメントに書き込んでもらえれば、またね、次の、収録の時にそういったコメントもね紹介させてもらいたいと思ってますので、よろしくお願いします。